では、ここまでわからないところはありますか？はい！全部わかりません！それは困りましたね。困りました。だから外でドッジボールしたいです！今日は…はい、先生！どうした？気持ちが悪いので、気持ちよくなるために真宙さんと保健室でご休憩してきます！ご1時間ほど…いきなり何言ってんだ、お前は！ジャック！頭ちっちゃい、足長い、髪サラサラ。ジーク！ジーク！かわした。紅葉をかわしたぞ。ジーク、なぜじゃねえ。っていうかそのキャラキモいからやめろ。キモいだって。早い。くそ。うわせっかく深海特別措置法まで施行したのに。ほら、行くぞ。え、待って待って、何これ、デート？もっとスピードを上げるぞ。痩せろ。おい、起きろアホ。いやこんな勝ち方、私たちは認めない。真の男女平等主義者な俺は、女の子相手でもドロップキックを食らわせられる男。公衆の面前で俺のスティールが炸裂するぞ。ほほほれ、ほほほほれ。抱き枕、あのアホが。うわ、私の等身大抱き枕に全く興味を示さないどころか、冷徹に窓から投げ捨てたんです。うわ、キモ、こいつマジ友達いなそうじゃね。アッカには私がいるぞ。マジウケる。ギャーギャーとうるせえな、このブスが。あ、誰がブスだっての。なんだ、自分のこと可愛いとでも思ってんのか。んなことは言ってねえけど。じゃあやっぱブスだな。私だってちゃんと。なんだよ、もうひどいこと言うなよ。せいや、なんだかんだ言いつつやっぱ私のこと好きなのね。仕方ないな、せいやにだったら今度こっそり生乳触らせて。あげっ、いきなり何すんじゃ。時空の歪みを感じ、ですが魔王軍が異世界の魔王も召喚したのです。さま、今の発言を取り消せ。取り消さないと。よくも貴様、許さぬ。セイヤ、謝りなさい。謝らん、俺は悪くない。今までにない大規模な暗殺計画、ここまでは完全に予定通りだ。な
何よこれ。ねえガラスマ、納札したいの。ねえ、あと残る心配は。お、ちょ、何よ、積極的じゃない。まさか二人きりだからってこのまま。何すんのよ。父親を見取ってやれロサリー。王に魂を売った魔物だ。かして心配してくれてるんですか。そりゃ心配だよ。こんないい女一人で歩いてたら男が群がってくるだろ。もう聞いたかな。せいや、もう出発できる。せいや、ずっと一緒にいたいの。恋、これは完全な恋。私の気持ち、5時間かけて作った。受け取って。まずい、いらん。やっぱりいいよって。以上、さらばだ。ちょっとせいや。いい匂いですよ。おっ、がっかり。やだ、飲んで。やはり落ち着けよ、レンツ。わあ、強欲っすか。うちは毎年裸の付き合いで親睦を深めているんだ。この程度で取り乱すなんて可愛いとこあるじゃないか。なんで私には無反応なのか言ってみる。温泉が赤く染まっておろう。あよっ、逃げるぞ。何言ってんのよ。どういうことだ、タカシ。拷問で人が殺された、やばいぜ。何なのよ、もういつも何考えてるんだ。いいから言うことを聞け。ジーニー。ああすまん。ちょっとユージ、あんた女の子に何してんのよ。ああ、ジーニーのやることにケチつけてんじゃねえぞ、こら。なんで。PC ゲーム、マジで都に恋しなさい。主人公はヤマトで選択は私一択。フシコマンドでモザイク除去。俺にどうしろと。これをプレイするうちにヤマトは次第に私に萌え萌えに。現実とゲームの区別がつかなくなって、いつか本物の私にあんなことやこんなことを。女だ。血を吸わせないで、私の血を吸わせないで。ああ、何でも言うことを聞きます。だから命だけはお助けください。味方じゃ、助けてやるから落ち着くんじゃ。味方。そうだ、味方だぜ。今日はみんなに転校生を紹介する。入ってきなさい。いつもニコニコマヒロさんの隣に入りよるコントニャルラとホテプ。呼んでねえよ。私死んでしまえ、超能力者。理解できてるってわけか。あ、そうそう、佐伯だ、佐伯クニオ。かわいそうだからちょっと声をかけてあげようかしら。佐伯くん。やっぱり佐伯くんだ。学校一の美少女と街で偶然出会う。完全に好きになったでしょ。あなたに罪はないわ。なぜなら私は美少女だから。え、それだけ。はあ、なら服でもカバンでも好きに調べてくれ。調べてくれ。気にしていいの。じゃあ早速。思う存分調べさせていただく。